皆さん、こんにちは。本日はミニベロのグレーシアでアズミノエリアをサイクリングです。街乗り用で買ったグレーシアですが、長距離を走ることも珍しくありません。最初は近場を走ろうと出発するのですが、あれよあれよとそれなりの距離を走ってしまいます。そんなことからロードバイクでの走行距離を軽く上回る結果となっております。かつてダホンの折りたたみ自転車で荒川河川敷を走っていた頃の感覚が抜けていないのか。そして今回は久々に最初からミニベロでがっつり走り出してみようと思い出発。ここからの景色も好きです。このチャンネルでは定番の自転車道ですが、走りやすくて好きな道です。青空に関節の常念岳の景色が最高です。この眺めを前に走れただけでも来た甲斐があったというものです。それにしてもミニベロゆえか振動を拾って見苦しい映像。画面良いしそうです。国営アルプス安曇野公園で休憩した後はさらに山麓線を走ります。この辺りの下り坂はロードだと速度が出すぎるのですが、グレーシアだとそこまで出ませんね。これはグレーシアに履かせているトラッカーというタイヤの影響でしょうか。一定速度に達したらそれ以上は出ない感じです。安定感に振ったような巡航性です。そういえばここの上り坂がありましたね。ロードだとそこまで大変ではありませんが、このミニベロだとそれなりにきついです。映像の揺れがひどくなるのでカット。登れないわけではありませんが大変でした。タイヤを変えればもう少し楽になるかな。ここからは下り基調になるので休めます。ここから安曇追分駅方面に下っています。
ここはペダルを回さなくても勝手に速度が出るくらいの下り坂。ミニベロだとこけやすくて危ないだけなので、ほどほどに速度を落とします。下り終えたので、ここから松本方面に戻ります。今回は約 60km ほどの距離をグレーシアで走りました。ロードなら大した距離ではありませんが、ミニベロだとかなり走った方だと思います。そしてここは長野県。荒川河川敷のような平坦路が少ないことも踏まえれば、距離の数字以上に走った感はあります。帰りは大王わさび農場などに寄り道しつつ帰りました。それでは今回はこの辺で。